こちらにいますとても素敵な花嫁でありますあゆみに、今回の結婚式のテーマは何がいいかなって尋ねたところ、あゆみの方から私が今までこうして生きてこられたのは、周りの方々に、たくさん支えていただいたおかげだと言ってくれました。そういった方々とのつながりや縁というものを、今回の式で表したいと言ってくれました。なんて素晴らしい奥さんなんだろうと改めて思いました。今からもずっとそばにいてください。結婚してください。はい。誓いの言葉。週に一度はカレーを食べます。月に一度は夫婦で山登りをします。毎月22日はお互いに感謝の気持ちを伝えます。笑顔の絶えない家庭にします。平成28年2月14日、小宮山翔平。頑張り屋さんなのかなというところが本音でございます。皆様の愛を示しまして、1、2、3、乾杯。
父さん、お母さん、30年間たくさんの愛情を注いでくれて、大切に育ててくれてありがとう。口数の少ないお父さん、そんなお父さんに翔平さんを紹介したとき、息子ができたと本当に喜んでくれましたね。そしてすぐに仲良くなってくれて本当に嬉しかったです。これからも男同士仲良くしてね。最初の挨拶で述べた通り、今回の式披露宴の私たちのテーマは、人と人とのつながりや縁という形でした。本当に今回の式を通じて、私たちはこんなにもたくさんの方々に支えられてるんだなって実感することができました。本当に今日はありがとうございました。すごい。